はい、どうも皆さんこんにちは。今日も北海道の雪道レビューしていきたいと思います。今週はですね、今日土曜日なんですけれども、月曜日火曜日が結構雪降ったんですが、その後ほぼ雪降らなくてですね、気温も結構暖かかったので、大通りから1本入った道になるんですけど、1本道入っても結構路面雪ないような状況になってますので、今日はブラックアイスバーン中心の路面になってくるのかなと思います。今日はですね、特に免許取り立ての方向けに本当に基本中の基本のところからお話ししていこうかなと思います。どういった観点でお話しするかというと、走る、曲がる、止まる、この3つのも超基本中の基本のところで、雪道に対してどう運転していくべきか、どうアプローチしていくかっていうところをちょっとお話ししていこうかなと思います。まあ、道中ブラックアイスバーンはおそらくあるのかなと思いますので、まあ、実際にこう漫然と運転してたらどんな感じなのかっていうところもお見せできればなと。まあ、やっぱり最初免許取り立ての時、本当に雪道なんとなく怖いなっていうところもあると思うんですけれども、この動画最後まで見ていただいて、そういった雪道に対する不安っていうのを払拭していただけたらなと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず走るというとこですね。まあ、走るというとこう発進したりとか、まあ、発進した後の走行中の動作、どういったところを心がけるべきなのかっていうところなんですけれども、まず発進するというところでは慎重にアクセルを開ける、これが必須ですね。結構雪道って食いつきが悪いので、夏場のようにアクセルをちょっと多く開けてしまう、いきなり多く開けてしまうとですね、タイヤが食いつかなくて空転してしまって、そして空転すればするほど路面がこう磨かれてしまうので、余計に脱出スタックしやすくなるんですよね。そしてスタックしてさらに磨いてしまうと脱出ができなくなってしまうので、アクセル開けるときはこのような形でゆっくりと、特に FF 車の場合はゆっくり開けていく必要があるのかなと思います。次は走行中ですね。走行中はまあ免許取り立ての場合はなかなか怖いので、僕も免許取り立てのときって40キロ出すのも結構怖いっていうイメージがあったので、まあ、ほぼないかなと思うんですが、まずスピードはなるべく出さない、まあ、慣れてきた頃が一番怖いと思うので、まあ、免許取って慣れてきてちょっとスピード出せるようになったって方も雪道では抑えるようにしましょう。出せば出すほどもちろん、まあ夏場でももちろんそうですけれども事故リスクは上がりますし、冬道は特に格段にスピード出せば出すほど事故を起こすリスク高まりますので、スピードは控えましょう。そしてあと轍ちですね。轍ちがあるときはハンドル取られやすくなってしまうので、轍ちがあるところを走行しましょう。路面見てもらえれば分かるんですけれども、まあこの轍ちまだ全然行ってません。真ん中に雪があって、まあ、要はタイヤの跡だけのところですね。タイヤの跡が残ってて、真ん中にちょっと雪が残っているような状態は轍ちっていうんですけれども、こういうような路面状況の場合は轍ち、タイヤの跡に沿って走っていくと。タイヤの跡以外のところを走ると結構ハンドルを取られたりとか、轍ちがそんなに親切で硬くなければまだいいんですけれども、まあ、それでもハンドル取られやすいと思いますし、轍がもう本当ガリガリに凍ってる場合は本当にスピンしたりとかっていうこともあるかと思いますので、轍ちがあるときは轍ちに沿って走っていきましょう。例えば急なアクセル踏むとどうなるかっていうとですね、こんな感じで全く食いついてないんですよね。回転数だけ上がってしまって音だけという感じになってしまうので、急なアクセルを踏むと、まあ、今食いついてない状態でいきなり食いついたりとかするので、そうなるとスピンしやすくなったりとか、そういったような事故のリスクあるのかなと思いますので、必ず急加速っていうのはやめましょう。次は曲がるという動作ですね。曲がるという動作も結構雪道ではリスクが高いんですけれども、とにかく曲がってる時にハンドル操作だけ、アクセルも踏まない、ブレーキも踏まないっていうのを心がけるのが大事かなと思います。そのような状態にしてカーブを曲がるためにはですね、事前にカーブに進入する前にですね、きちんと減速をしてからカーブに進入していくと。そうすればカーブに差し掛かった時にブレーキ踏まなくていいですし、ハンドル操作だけで曲がっていけるかなと思いますので、カーブ手前でしっかり減速して曲がれるような速度で曲がっていくという形ですね。この先カーブがあるので、まあ、今ちょっとスリップしましたね。こんな感じでアクセルをちょっと強めに踏むとスリップするので、しっかり減速をして、でブレーキから足を離してハンドルを切っ
て、体勢が戻ってからアクセルを踏むという感じの曲がり方ですね。カーブに進入してですね、ハンドルを切っている時にブレーキを踏んだりですとかアクセルを踏んだりっていう操作をすると、車両の挙動が乱れてですね、スピンをしたりとかっていうこともありえますので、なるべくカーブに進入した時はハンドル操作だけ、特に FR のお車に乗られている方はカーブ進入時はアクセルを踏まない、ハンドル操作だけで曲がっていくっていうところを意識された方がいいのかなと。最後に止まるですね、ブレーキングということですけれども、本当に雪道はブレーキ踏んでも止まりませんので、他の動画を見ていただければちょくちょくそういう場面出てくるのかなと思うんですけれども、制動距離が夏に比べて本当に感覚値ですけど3倍4倍伸びてきますので、こういったゆっくりした速度であれば止まれるんですけれども、急ブレーキとなると思ったようには止まれないので、急ブレーキもなるべくしないような運転、すなわち車間距離を十分にとって先の方を見てですね、事前予測した運転っていうのが大事になってくるのかなと思います。やっぱり急ブレーキをする場面って車間距離が詰まってる中で前の車がブレーキを踏んだりですとか、あと急に信号が変わったりっていうところだと思いますので、そういう意味でも車間距離、あと先を見た運転、なかなか免許取り立ての時に遠くを見ながら運転するっていうのは難しいかもしれませんが、そういった場合は、あんまりスピードを出さないとかっていうところで対策を取っていく必要があるのかと思います。ではちょっと1本入ってですね、どれぐらいちょっと止まらないかっていうのをやってみようかなと思います。はい、こんな感じでアイスバーンの路面ありますが、まず急加速すると当然食いつきません。完全これアイスバーンの状態で、これの速度で止まろうとすると、これ今急ブレーキを踏んでるんですが全然止まらないという形で、もう ABS が介入してガガガガガッという音がするんですけれども、ガガガガッという音にびっくりしてブレーキ離してしまうともっと制動距離伸びてしまいますので、本当にフルブレーキの時は本当ちゃんと奥までブレーキを踏んで、そのガガガガガっていう音に怖がらずに最後まで止まるまで踏み続けるというのが一番制動距離短い。いや、止まっていますね。結構アイスバーンなるほどですね。これぐらい制動距離伸びますので、フルブレーキ踏んだんですけれども3倍4倍は伸びるかなと、止まるなと思ってる位置からは 3,4 倍伸びるような形になりますので、もっと滑る時ありますね。まだ今日はそこまで滑らないです。本当につるつるの時はもっと制動距離伸びますので、本当に路面状況を見ながら車間距離ももっとゆとりを持ったりとかっていうする人もあるのかなと。あ、もう先に今点滅してるので黄色になるのかなというところで事前にブレーキを踏んで、今めちゃめちゃ制動距離長いですね。こんなに止まらないということもありますので、ゆとりを持った速度、早めのブレーキング、今みたいな先の方で歩行者信号が点滅してたら、あ、もうそろそろこれ赤になる可能性が高いなっていうところで、もう本当早めにブレーキしておくということ大事かなと思います。はい、ということで今日は免許取り立ての初心者の方向けに、走る、曲がる、止まるという3つの観点からお話しさせていただきましたけれども、別の動画でもですね、あと細かいポイントとか雪道のテクニックとかお話ししてますので、ぜひご覧いただければなと思います。本日は以上となりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。